ウォルター・ウィリアム・チップ・ヘールは、アメリカ合衆国カリフォルニア州3のゼ出身の、元プロ野球選手、野球指導者。右と左ひだ現在は、MLB のデトロイト・タイガースの3塁コーチを務める。アリゾナ大学では1986年の、カレッジ・ワールドシリーズで優勝、パシフィック12カンファレンスの最優秀選手に選ばれる。 1987年の MLB ドラフト17巡目でミネソタツインズから指名されプロ入り。1989年に初めて昇格するもその後はメジャーになかなか定着することができず、1997年にロサンゼルスドジャースへ移籍した。翌1998年はセントルイスカージナルスへ移籍するもメジャー昇格はなかった。同年を最後に引退した。 ちなみに、マイナー時代の1991年5月27日の試合で外野へ大きな当たりを放つも、これを追った相手外野手のロドニー・マックレーがガイが外野の壁を突き破ってフェンス向こうに消えるというトラブルがあり、このチンプレイは後に野球伝道に登録された。1999年にアイブフ、インターコンチネンタルカップアメリカ合衆国代表、チームの補助コーチ、 2000年から2006年まではアリゾナダイヤモンドバックス参加のマイナーチームの監督を務めトリプル A 級ツーソンサイドアインダーズで指揮を取った2006年にはパシフィックコーストリーグの最優秀監督に選ばれている2007年から2009年までダイヤモンドバックスで三塁コーチ内野守備コーチを務めるニューヨークメッツのコーチ時代2010年から ニューヨークメッツに三塁コーチとして雇われ、シーズン終了後に、ジェリー・マニュエルが更迭された後釜の監督候補として、上がるも見送られる。2012年に2年契約で、ベンチコーチとして、オークランドアスレチックスと契約し、ダイヤモンドバックス時代と同じく、ボブ・メルビンの下でチームを支えることとなった。 アリゾナダイヤモンドバックスの監督時代不振で解任されたカーク・ギブソンに代わり2015年から古巣のダイヤモンドバックスの監督に就任した2016年10月3日に解任が発表されたレギュラーシーズン終了後の10月18日2017年シーズンからは三塁コーチとしてアスレチックスに復帰することが発表された2018年シーズンからは ワシントンナショナルズのベンチコーチに就任し、2020年まで務めた。2021年シーズンからはデトロイトタイガースの三塁コーチを務める。ありがとうございます。